今回は滋賀にある賤ヶ岳に登ってきました。行きは尾根に沿って登り、帰りは湖畔沿いを歩きました。1583年、羽柴秀吉と柴田勝家が覇権を争った戦場跡があり、琵琶湖と横湖の2つの湖の景観と遺跡を巡るコースになっています。はい、おはようございます。今回はですね、滋賀県の北部にある余呉湖にやってきました。今日は、この近くにある賤ヶ岳の方登っていきますので、よろしくお願いします。ちなみに今玲子ちゃんが見てるハイキングマップは、こちらの観光館でいただきます。では行きましょう。駐車場はだいたい30台ぐらいかな。で、もちろんトイレもあります。では行きましょう。はい、まずね、今日のお昼ご飯調達します。特にたくあんが入ったサラダパンはメディアで取り上げられてから全国的に有名になりました。横湖から車で10分弱で行ける場所にあるので、我々のようにお昼ご飯、また登山の帰りに家族へのお土産におすすめです。はい、登山口近づいてまいりました。歩いて 2,3 分かな。はい、じゃあここから歩いていきましょう。山頂まで 4.2 キロです。平和の鐘つきます、はい、平和を祈ります。それにしてもさっきめっちゃ風になったな。あ、びっくりした。俺もびっくりした。まさきでもびっくりした顔してた。そう打った俺が一番びっくりした。はい、最初5分ほど歩くと分岐があります。岩崎山砦跡行ってみますか。はい、どこどこにこういう看板が立ってて、昔はこうでしたよと。のをこう示してもらってるので、まあ、ゆっくり見ながら歩くっていうのもいいんじゃないでしょうか。はい、岩崎山到着です。うん、道が広くて日陰も多いし最高やの。そんなに道も急勾配じゃないし、賤ヶ岳クイズ。まあ、サービス問題です。はいはいはい、それと見てほしい。正解。すごいやろ、先読み。先読みしすぎ。あかんあかん、まだ問題言うてね。サービス問題じゃな、分かるよ、そんな悪いけど。これ怖いな。めっちゃ鳥肌立ってる。ちょっと見てきてもらってもいい？いやいや、こっちのセリフは。俺ここで撮っといてるわ。いやいや、どうぞ。見てください見てください。怖っ。これちょっと嫌やな。ちょっと怖いな。怖っ。なんか全然登ってる感じせえへんな。ああ。ずーっと平坦な道歩いてる感じ。お、ちょっとずつ見えてきたよ。こちらは秀吉が賤ヶ岳に陣を移す前に指揮を執っていた場所になります。そのことを示すために昔建てられた石碑も残っています。ちょっとようやくああ急になってきたね。最後の最後まで景色を見させへんっていうのがいいよね。うん、チラ見。頂上付近やのにめっちゃ道広いな、ほんまに。うん。突然賤ヶ岳クイズサービス問題。先ほどお昼ご飯用に買ったパン屋さんの名前は何？ああ、何やったっけ？読んだ。パン屋さんの看板読んだ。ひらがなで書いてあった。3文字。頭の1文字ください。頭文字はつです。つ？つ？うん。3文字やんな。うん。うん。これ回答しないとパンなしです。つるやパンでした。つるや。つるや。つって聞こえる。ほら、やっぱりタチツ入ってたやん。タチツ。その辺やと思うんですよね。つって聞こえてたからもうあかん。問題が悪い。なんか出す人が悪いわ。最後ちょっと上りだなこれ。あともうちょいやけど。見えてきましたね。いよいよ頂上が。はい、到着でーす。こんにちは。こちらバイオトイレあります。はい。で、こちら少し上がるところありまして、右手が、横湖で左手が琵琶湖やね。はい、琵琶湖なってますんで、両方から景色抜群です。めっちゃ綺麗や。川の河口口あるやん。あの辺が中心で。めっちゃええん、ここ。あ、こっちが琵琶湖や。めっちゃ広い。海みたい。向かいにあるが伊吹山で。はい、こちら三角点です。参道三角点。はい。今日は人がたくさん登られてます。一番ビュースポット。ちょっとなんかいい感じ。ああ。めっちゃ綺麗。すごいな、もうほんま海みたいな。あ、一番いるな。あらだ。はい、カステラさん。僕たちリフトでは帰らなくて、元の駐車場余呉湖沿いを歩きながら帰りますので、その右手にある、はい、階段を降りていく感じになります。帰りの道も最高やなこれ。めっちゃ道幅広いし、こっちは階段あるね。向こうは全くなかった。うん、全くなかった。この木をぐるぐる巻きにするのはなぜなんでしょう。お知りの方おられましたらコメントいただければ嬉しいです。はい、こちら分岐来ました。あそこ通んの？左手行くとね、湖を沿ってずーっと一周する形になりますけども、僕たちそんな時間はありませんので、余呉湖の方に回っていきたいと思います。あ、もう湖見えてきたよ。あっという間や。結構こっちの方が綺麗だった気がするな。はい、ようやく降りてきました。1.5 キロかな。はい。この向かいにある駐車場に向かってこの湖沿いを歩いて帰ります。気持ちいいな。めっちゃ綺麗。これわざわざ見に来てもいいぐらい。なあ、たまたま見つけたけどな。9円で見るからね。ようやく戻ってきました。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。今日はね、この奥に見える静ヶ岳まで上がってきました。どうでした景色は？よかったね。すっごい風だったけどね。景色めっちゃ良かった。この奥側がね、山の奥側が琵琶湖にまでなってて、両方景色楽しめるってすごいいいよね。であと僕ら今日使わなかったんですけど、リフトが、使ってもう登れるみたいなんで、気軽に登れるところでは、いっぱい来てはったね。あれでしょうか。はい、これから公園まで車で戻ります。運転、あ、飲んでましたね、そういう。はい、ということで、今回のこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。